今回の2200年 TV は特別編。この春公開の映画アリスの裁きで、なんとツッチーが映画監督デビュー。この動画では映画の見どころやツッチー監督のインタビューをお届け。まずは映画アリスの裁きのストーリーをご紹介しましょう。野村アリス、稲垣しおり、柏木かりんが所属する人気アイドルグループシャーロック。彼女たちはテレビでも活躍するほどの人気を誇っていた。そんなある日、センターを務める野村アリスが自殺。テレビでは SNS での誹謗中傷が自殺の原因として報道される。残されたしおりとかりんは心ないマスコミの言葉に涙を流してしまう。ともみさん、私たちは死んでもプライバシーはないの？アリスの自殺から2週間後、シャーロックの SNS アカウントから、あの世からの配信というタイトルの生配信が突然始まる。生前、アリスが配信をしていた場所と同じ部屋に現れたのは、自殺したはずのアリス。アリスはその配信で、盗撮された自分の写真を見せながら話し始めた。この暴走した表現に対して、ジャッジを下してほしいのです。瞬く間に情報は拡散。ファンたちはアリスによる制裁としてアリスの裁きというハッシュタグとともに SNS で騒ぎ立て、盗撮写真を投稿していたアカウント主の本名や住所までもが特定されてしまう。こいつ？あの世からの配信の1ヶ月前、アリスの自宅では生前親しかった関係者だけでお通夜が行われていた。この度はご愁傷様でした。実はアリスに双子の姉クリスが存在したのだ。本日はお忙しいところありがとうございます。家に上がると、そこにはアリスの幼馴染だった橋田の姿もあった。そんな中、アリスを追うように母親のマリも首を吊って自殺を図ろうとする。一命を取り留めたマリ、そこに弁護士の近藤が訪ねてくる。クリスは近藤からマリがアリスの自殺の件で誹謗中傷を投稿した人物に訴訟を起こそうとしていたこと、そしてそれが今の法律で全てを裁くことが難しいことだと知る。落胆するクリスだったが、どうしたの？アリスとマリのために考え出した方法。いやでも、それがこの方法は皆さんにご迷惑が。裏垢になりすます。そうです。クリスの作戦はこうだった。1、あの世からの配信でアリスに誹謗中傷をした投稿を公表する。2、その後投稿した人物を特定したと発表して自分たちの顔と名前を投稿する。3、成り代わった人間が姿を隠すことでアリスの裁きが下されたと世間に思わせる。さらに双子の姿を利用して自らがアリスの姿で配信を行うことで世間が注目すると考えたクリス。仲間たちはクリスの思いに賛同してその計画を実行していくことに。始めるね。今作で主役を務めるのは映画初出演となる古谷佳乃。野村アリスとその双子の姉クリスの二役を演じている。シャーロックでアリスと一緒に活動するメンバー、稲垣しおり役にはアイドルグループフェアリーエレメンツの長木しおり、柏木かりん役をかりんが演じる。皆さんもですよね。そのシャーロックを支えるマネージャー川口智美を演じるのはかすみ。弁護士ってチャンネル登録者数34万人を誇る YouTuber 宝部良二は弁護士近藤良介役として出演。アリスとクリスの幼馴染橋田博役は演劇プロデュースユニットモラトリアムパンツの主催橋本明宏。普段は明るいキャラクターで仲間思いの橋田も自らが誹謗中傷をした人物に成り代わる場面では
シリアスな一面を見せる。その演技に注目。さらにアリスとクリスの母野村真理を演じるのは、これまで数々のドラマ作品に出演経験を持つ中野久美子。この他にも映画アリスの裁きには個性豊かな出演者が登場。シャーロックのファン山本健人を演じるのは山本オールスターズのリーダー。山本の友人で同じくシャーロックを応援している柚木綾乃をアイドルグループマジュエルのアヤチーが熱演。シャーロックのアリスが自殺しちゃったの。シャーロックをデビュー前から見守ってきた串揚げ屋の店主原島健を演じるのは花田健太。そしてクリスたちを翻弄する謎の男キューピーを浦崎慎が開演する。他にもご覧のキャストたちが出演。クリスの計画に一体どんな影響を与えるのか。ここからは映画アリスの裁きで監督を務めたツッチーに映画完成までの経緯や見どころについて語ってもらいましょう。僕もともとその仕事とかでも上に言われて作る、クライアントに言われて作るっていうのはあったんですけど、なんか自分の好きなようにじゃあ 100% やってこれたかって言ったらそうではなくて、これまで YouTube とか仕事とかで出会って、まあなんかこう一緒になんか企画やったりとか、現場でなんかねちょろっとお仕事一緒にするとかはあって、またこの人とつながっていたりとか、僕とまたお仕事本当にしたいなっていうふうに思ってくれる人とは何かしらの形でもう一回やりたいなっていうのがあったんで、まあ歌手だったりアイドルだったり俳優さんだったり、まあ、YouTuber 配信者とかいろんなこうジャンルの人ともう一回何かを作る、一緒にやるってなった場合、フェスとかライブじゃないなとか、その歌えない人とか踊れない人いるとか、でもミュージカルとかだと本番一発勝負で、ね、声が出ない人とかもいるだろうから、カットかけながら、まあ、そのワンシーンワンシーンを撮っていける映画がいいのかなって思って映画になっちゃいました。で、古谷さんに関して言うと、その映画初主演っていうところもあって、まあ、緊張してたとかいろいろあるかもしれないけど、全然やっぱ経験、ね、演技の経験あるし、橋本さん中野さんに関してはやっぱこう脇を重ねてもらったっていう感じがあるんで、そういった面ではすごく野田組の力っていうのも感じたし、作品が一個こうなんかちゃんとこう締まるっていうか、演技未経験の人たちだけで作りましたじゃなくて、ちょっとこう映画ってこうなんかなんとなくこう言えるようなものにしてくれたのが、まあ、3人かなっていうのは思いましたね。スポンサーがない、もう自分たちでこう発信していく案件だったので、他の企業さんにお願いするとかっていうのはなかなか難しい中で、まあ、クラウドファンディングっていうそのファンの方だったり賛同してくださる方がいれば、まあ、もしかしたら実現するかもしれない。出演者の人たちに声をかけた時に、その出演者の人がそのファンの人たちにやっぱ言った時にすごくリアクションが良かったっていうのがあったんで、あ、そしたらこれもしかしたらそのファンの人たちの熱量で映画の制作ってやっぱ決まるんじゃないかな。あとはその方がファンの人たちもすごくこう関心を持って映画に携わってくれて、この先も応援してくれるんじゃないかなと思ってクラウドファンディングをして、ちょっとねギリギリでしたけど目標金額に対しては、まあ、一応達成したので、まあ、そこで作ることになりましたね。率直な感想は、うわ達成しちゃったっていう、これいい意味でも悪い意味でもなんですけど、まあ、元々の目標は、その設定金額よりももうプラス、まあ、100万円とかだったんで、本当の目標金額には達してない。でもそこで、お金が実際はもうちょっと足りないからできませんっていうのは言えないですし、ね、ファンの人たちのためにも出演者の人たちのためにも、ね、自分たちのためにもやらなきゃいけないなっていうのもあったので、でもその一方はすごい額が本当にいろんな出演者の方の力だったり、僕らも頑張りましたけど、やっぱファンの方の力ってすごいんだなっていうのは改めて思いましたね。例えばその今回で言うと、
まあ僕たち制作側からお礼のメッセージが来ます。であとはその、出演者の役名をつけることができますとかいろんなプランがあったんですけど、中でもその実際にその現場、撮影現場に来てエキストラに出たりとか見学ができたり、あと編集してるところに来れたりとか、あとは試写会、完成してからも来ることができるみたいな、まあ、そういったプランがいくつかあって、出演者のファンの方に会うっていう機会ってなかなかないと思うんですよね。人のファンに会うっていうのは、でそれを、目の当たりにできた、本当にその人のことが好きで応援して、まあ、支援をしてくださった方たちに会えたっていうのは、なんかこう、まあ浅はかですけどありがとうございますって気持ちしかなくて、僕たちが感謝しないといけないのにファンの人たちがありがとうございますみたいに言ってくれるっていう、なんかその感謝同士のなんかなんていうやり取りっていうのはいいリターンになったのかなっていうのは思いましたね。実際になって別に監督だけの作品とは思ってないですけど、監督が最終的な決定をするじゃないですか。プロデューサーとかも、まあ、僕が今やっちゃってるか からそうなると責任が全部来るじゃないですか。だから限られた時間の中で予算の中でこれやりたいけどもできないとか、でも監督としてはこうしたいとか、そのバランスを取るのはちょっと大変だったかなと思いましたね。アリスの裁きは、まあ、SNS で、まあ、今の社会で起こっていることがテーマになってますけど、本当芸能界でも結構ねこういうことが実際に起きてる中でこの作品を撮るっていうふうに決まって、もともとねそういう話題が結構有名な方からそうなってしまった時よりも前にこうできてたので、ちょっとこうタイムリーすぎちゃうからどうしようっていう、制作自体いいのかなっていうのもあったんだけど、やっぱ今だからこそ世の中に出せるなら出した方がいいと思ったし、 SNS を使う誰もがもしかしたら経験すること、実際に加害者にもなるかもしれないし被害者になるかもしれない、日常に潜むサスペンスっていうのかなになりかねないことなので、まあ、そこはちょっと注目していただきたいなっていうのはありますね。あと SNS とかその文字情報を結構今回映画の中で出してるんですけど、なんか2200年 TV のことだったり、アカウント名とかもなんかねそれぞれ演じてる人の誕生日を入れたりとか所属してるグループ入れたりとか、まあ遊び心は入れてますね。そんなツッチー監督が選ぶ映画アリスの裁きで印象に残っているシーンがこちら。撮影初日に、やったハラケンさんのお店でのシーン、カスミンがなんか自分の中でこう納得いく演技ができてないみたいな、なんかセリフが覚えきれませんみたいな。でも僕としてはそこまでそんなになんかワンカットワンカット決めて撮るし、そんなに気にしなくていいのにで、むしろ全然できてるから大丈夫だよっていう感じだったけども、熱量もかなりあった本人だったから、カスミンだったから、もうこれにかけなきゃみたいな思いがすごくこっちにも伝わってきたし、ちょっとプレッシャーになっちゃったのかなと思ったんですけど、なんかねその撮影の時はこうなんとかこう乗り切って、ちょっと帰りのね背中がすごく寂しそうというか暗かったのが印象的で、でもその次の日とかやっぱ変わって、あやっぱその自分の中でできなかった、もうちょっとこうしたかったっていうのをちゃんとこう形にしてきたなっていうのを思ったんで、うわすごい、なんかまだ行くんだ、まだ上にこの子行くんだっていうのは思ったので、僕もちょっとやっぱ余計頑張んなきゃなみたいなふうに思いましたね。そしていよいよ3月から東京吉祥寺と京都で映画アリスの裁きの上映がスタート。2021年の7月に作品自体が完成して、まあ、映画館とそのつながりのある人が知り合いにいたので、なんかどうにかこうつないでもらえませんかとかっていう話をして、で、まあ、その担当者の方に一回作品見てもらって、で映画館でも全然上映できるレベルのクオリティですし、内容なのでぜひ上映しましょうっていうふうに言ってくださったんで、まあ、京都も決まって、なんか本当に感謝でしかないかなっていう気持ちですね。
まあ、映画自体は撮って、まあ、完成して、まあ、プロジェクト自体も完成にはしましたけど、やっぱり僕ら制作人としてはその映画をこうただ産み落とすだけじゃなくて育てていかなきゃいけないと思うんで、いろんな映画館で展開できるようにちょっとこれからもやっていかなきゃなとは思うんですけど、で今、この映画アレスの裁きを、まあ、僕たちだけの力ではなかなかこうね、アプローチできる範囲も決まっちゃってるので、クラウドファンディングまたやらせてもらっていて、映画アリスの裁きの CM を作るっていう今回のね、プロジェクトなんですけども、それでは、東京新宿にあるユニカビジョンっていう大きな広告ビジョンがあるんですけど、そこにその CM を流しますと。でこうなったらもうね、新宿を歩いてる10万20万とかっていう人たちにこうアプローチできるんで、嫌でもこう聞こえてくる、目にするこのクラウドファンディングのページご覧いただいて、もしねご賛同いただける方がいたら、あ面白そうだなと思ったらシェアしていただいたり、ご支援いただいたらめちゃくちゃ嬉しいなって思いますね。さらに京都では映画アリスの裁きをアイドルと一緒に盛り上げるプロジェクトもスタート。京都での上映が決まって、自分たちのそのつながりがない場所での、上映なので、やっぱりその現地の人たちの力が借りたいなっていうところで、であとそのアリスの裁きっていうのはアイドルを、主人公とした、作品なので、まあ現地のアイドルの人たちと一緒に何かこうお互いがねプラスになるような宣伝方法があればなと思って企画しました。実際に協力してくれるってなったアイドルの人たちには、無料で劇場に来てもらって、アリスの裁き見てもらって、感想とかをね、そのステージだったり SNS だったりをつぶやいてもらって、で京都の人たちにもこう広く知ってもらえたらなっていうところで、で僕たちはね、その協力してくれるアイドルの人たちのことを、まあ、ちょっとこう応援するような内容の投稿したりとか、何かねまたそれをきっかけに撮影したりとかね、作品一緒に作りましょうみたいなこともあると思うんで、なんかそういったまた新たなつながりができたらいいなっていうふうに思ってます。 SNS の時代に生きる全ての人へと捧げる現代サスペンス映画アリスの裁き、3月11日からアップリンク吉祥寺、3月18日からアップリンク京都で公開。スッチーにとっての初監督作品を劇場の巨大スクリーンでぜひご覧ください。映画アリスの裁きは出演者の皆さんと、支援者の皆さんで作ったみんなの作品です。アップリンク吉祥寺、そしてアップリンク京都での上映が決定しました。この機会にぜひ劇場まで足を運んでください。劇場でお待ちしてます。チャンネル登録はボタンをクリック、もしくは動画説明欄からチャンネルを登録してくれ。 LINE スタンプも発売中だ。みんなどんどん使ってくれよな。